虫歯になるのは嫌だけど
たまったらとりあえず食べよう。チョコ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 レート、チョコレートみたいに甘くて優しくてみんなを助ける力になりたい。パピリオさんへ帰ってこさせていただきました。毎月トリコロールさんと一緒にレギュラーで、出演させていただいております。今日は同い年で、もう経歴もきっと同じぐらいなんですけども、こう同年代で頑張ってる、西村かなちゃんをお迎えして、今日は、3組でお届けしていきたいなと思いますので、ぜひとも最後まで聴いて帰っていただけたらなと思います。よろしくお願いします。本当にここリンクパピリオさんには今年、何度も歌いに来させていただきまして、毎月1回、そして、月2回の日も2回の月もありました。もう本当にこの場所に、お世話になったんですけども、今年はあと11月18日と12月29日にこの場所へ帰ってきます。ぜひ遊びに来ていただけたらなと思いますが、今2曲明るい曲をお届けしました。私7月の22日に3枚目のアルバムを発売させていただきましたので、その中からありがとうございます。ありがとうございます。皆さん優しいですね。ありがとうございます。7月22日に、発売したアルバムの中からこの空に歌ったらという曲をお届けしたいなと思います。かなちゃんは神戸出身で、今度12月15日に、神戸で、バースデーワンマンが、決まってるとおっしゃってましたが、私は、神戸からはとても遠い滋賀県の彦根市というところで生まれまして、まあ彦根市は皆さん行ったことありますか？彦根なんで有名なところなんですけど、この前私ワンマンライブさせていただいた時も皆さんにお越しいただいたんですけども、本当に彦根いいところなんですが、まあ、大阪に比べるととても、まあ、田舎で自然がすごく多い、場所なんですが、なので夜ビルもあまりないので、夜空を見上げるとすごく綺麗に星が輝いてるんですよ。だけど大阪に音楽をやるために出てきた19歳の時に、大阪の空を見上げて、星の少なさに本当に寂しくなりました。彦根の空が恋しいなと本当に思いました。大阪でもちょっと奥の方に行くと空が綺麗に見えたりする場所もあるんですけども、やっぱり市内はなかなか空が綺麗に見えることは難しいのかなと思います。だけど19歳の時一人暮らしを初めてして、小さいベランダから空を見上げて、この空も彦根とつながってるのかな、地元とつながってるのかな、地元にいるみんなとつながってるのかなと思って、すごく強くなれました。その時のことを思って書いた曲です。皆さんも地元の空や好きな空を思い浮かべながら聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。この空に歌ったら。月
という曲をお届けいたしました。かなちゃんもワンマンが決まってるみたいなんですけども、私もワンマンライブが決まっておりまして、今年はあと3回ワンマンライブをさせていただきます。11月12月の第2金曜日の夜に、定期ワンマンライブというものを開催させていただいておりまして、今年は3月から定期ワンマンライブ始まりまして、もう本当に毎月たくさんの方に来てもらいまして、もう本当にいつも席を開けることなく開催できています。皆さんのおかげです。11月12月もぜひたくさんの方に応援に来ていただけたらなと思ってますので、今日チケット持ってこさせていただいております。ぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そして12月の31日の大晦日にもワンマンライブが決まっておりまして、こちらは定期ワンマンライブよりも、少し大きな箱でやらせていただきます。今年最後の日を皆さんと一緒に過ごしたいなと思っておりますので、12月31日8時半か9時頃までライブがあります。年越しではないので、よかったらぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。応援よろしくお願いします。そしてもう一つ大事なワンマンライブが決まっておりまして、ここにも大きく書いてありますが、来年2019年の1月13日、ありがとうございます、ありがとうございます、1月13日に、梅田トラットという場所で、今年も1月に開催させていただいたんですけども、第2回目の300人ワンマンライブが決まっております。ありがとうございます。今年1月も、満席で迎えることができたんですけども、2回目、とても不安ですが、2回目も遊びに来ていただきたいなと思いますし、今年の1月は行けなかったという方もぜひ来年は遊びに来ていただけたらなと思います。1月13日フルバンドでお届けします。ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後の曲は、私がこうして、たくさんの方に、ライブを聴いていただけるようになったのも、300人のワンマンライブを、決めることができたのも、私にとって、路上ライブがあったからなのかなと思ってます。路上ライブでたくさんの方と出会うことができました。本当にたくさんの方に応援していただき、ここに今立ってる私がいます。そんな気持ちを歌にした路上の歌という曲をお届けしたいなと思います。今日笹具さんが、この今日 PA してくださってる笹具さん、私のプロデューサーなんですけども、昨日ぐらいに明日1曲か2曲弾けたらなと思ってるっていうことを言ってくださってたんですけど、何の報告、どの曲をやるとか何の報告もなく、いきなり座るんですね。あ、この曲なんやって感じです。ありがとうございます。喋らないんですか？入ってないです。いらないみたいです、笹具さんはマイクが。ここでは笹具さんをいじっていいっていう特権がありまして、なぜかというと、トリコロールさんが笹具さんのことをいじることに私は便乗していじらせてもらってるんですけど、普段はトリコロールさんがいないのでちょっとおとなしくしてるんですけども、強い味方がいるからいじり倒そうかなと思っております。佐々木さんじゃないのに切られました。もう恒例になってきてます。今マイクを切られました。いけますか？それでは私が歌詞を書いて笹具さんが曲をつけてくださってる曲なので、この2人でできることがとても嬉しいなと思います。それでは聴いてください。路上の歌。凍えそうな日も、
てた。たった一人でも私の歌が届くように誰にも聞いてもらえなくても必ず次につながってる。無駄なことなど一つもないよ。全てのことが私を作ってる。汗を流して働き疲れ帰る人たちここから見てた。今日もどこかで戦うあなた強い背中が輝いてるよ。か細い私の声にあなたは立ち止まって、その笑顔と涙今もずっと忘れない。私の歌が届くように誰にも聞いてもらえなくても必ず次につながってる。まだ出会わないあなたのために私は今日も今も歌過ごしてるんだね。まだまだやれるよ。私もあなたもいつも同じ景色、みんなでこの空に大きな虹をかけようね。今紡いでく言葉のかけら積み重なって歌とて諦めないで、あなたの想いいつか必ず未来へと届く。まだ出会わないあなたのために私は今日も今も登場されますので、ぜひそのまま聞いていてください。そして、上の方で物販させていただいておりますので、ぜひ声をかけていただけたらなと思います。本当にありがとうございました。